こんにちは、水曜ブルーの牧田修です。今日はですね、寒川町のとあるところに来てるんですけど、今日は昆虫は取りません。もうすぐハッピーニューイヤーということもあって、とっても得のある場所にね、これから行きたいと思います。それでは早速行ってみにゃー。こちら寒川神社にやってきました。この寒川神社でお参りの基本をおさらいしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。リポーターの牧田修と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こちら寒川神社とは一体どんな神社なんでしょうか。はい、こちらはですね、相模の国の一宮と言われておりまして、全国であのご祈祷、八方除けというご祈祷が非常に多い神社となっております。八方除けはですね、あの皆様方におけるあの地層とか火層とか日柄、そういったものから生じる災いごと、それを退けていただけるご神徳、意味が強いご祈願ですね。なるほど。じゃあ、はい、いろんな災いから守ってくれるような。そうですね、そういう意味ですね。はい、今こうやって流水でですね、手と口をまあお清めいただくようにしております。失礼します。はじめは手を清めてから中の境内に入っていくような感じですね。そうですね、やっぱあの神様がいらっしゃいますんで、ね、はい、手と口を清めてから入るというのが基本ですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。神門をくぐる際には一礼をしてから入りましょう。お参りする時のこの方法とかってありますか。作法が決まってまして、はい、こちら、まあ、まで行かれましてですね、はい、まあ、あのお賽銭、お賽銭お気持ちを入れたら、あとはここでですね、まあ、2回お辞儀をいたします。お辞儀をして、で2回あの柏で、あの右手を下げてですね、こうやってでお祈りいたします。で最後に一礼をして、失礼します。このお願いする時のコツとかってありますか。あまりこう自分のことばかりではなくて、家族の幸せとか、ご自身の勤められている会社の繁栄とか、皆様方の幸せとか、そういったのを本来は祈るべきところなので、コツというか、そういった心持ちが大事かなと思います。はい、もちろん今僕が祈ってたのは、猫ひたメンバー、そして猫ひたを見てくださっている皆様の幸せです。決して僕の尻私欲にまみれた願いは一切してませんのでね、ご心配なく。幸せを呼ぶおみくじと恋文みくじ、2種類ありますけど、恋文みくじいきましょう、ね、僕ももう27なんで、27年間彼女できたことない僕が来年はできるのかどうか、ここにかかってます。はい、こちら6番です。これに書かれてるわけですね。あ、すごい大吉じゃん。すごい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 大吉、やばい。え、これ大吉ってことは、これみんな大吉とかじゃないですもんね。大吉ってことは来年こそはあるかもしれない出会い、身近な人より良縁あり、交際万事良好、結婚やがて、結ばれるということは、まあ、焦らずに行けば来年こそはきっといい恋があるということですかね。寒川神社には幸運を呼ぶ八方除けの守りがあります。新年には干支にちなんだ御朱印の発行や、神門に迎春ねぶたが飾られます。いろんな、ね、お作法も学べましたし、何よりね、恋文みくじ大吉だったんでね、良かったと思います。そしてちょっとね、お腹が空いてきたんで、この近くにすごいね、いろんな食べ物を、食べれる場所があるらしいんで、早速、そちらに行ってみたいと思います。はい、ということでジアウトレット湘南平塚にやってきました。こちらですね、猫ひたでも何度かね紹介してはいるんですが、今回は食についてね、潜入していきたいと思います。さあ、どんな美味しい食べ物が待っているのか、早速行きましょう。
ではこちらのフローズグリルバーさんにお邪魔します。いやなんかすごいバーっぽい雰囲気もあるけど、こうなんかネイチャーな感じもあってとっても落ち着く空間ですね。すごい素敵な店内ですね。ありがとうございます。今日はあのおすすめの、はい、なんか一押しのメニューとかってありますか？はい、こちらのですね、ぼっちゃんかぼちゃの丸ごとグラタンが、こちらがおすすめです。かぼちゃが丸ごとくるんですか？はい、じゃあ早速それお願いします。はい、はい、かしこまりました。お願いします。ありがとうございます。ぼっちゃんかぼちゃの丸ごとグラタンでございます。すごい、ちょっとこれ見てくださいよ。かぼちゃ丸々1個じゃないですか？はい、すごい、僕こんなかぼちゃ丸々1個使ったグラタン初めて見ました。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。うお、ちょっと待ってください、チーズがもうふわふわじゃないですか？はい、これとろけますね。すごい、かぼちゃめちゃめちゃ柔らかくなってます。かぼちゃがもう本当にふわふわ。コンベクションオーブンであのスチームでしっかりと焼いてます。いただきます。うん、最高、めっちゃ美味しい。かぼちゃが柔らかくて甘くて、でチーズとちょうどよく、チーズもねすっごい柔らかくなってるんで、もう口の中でとろけますね。北海道産のぼっちゃんかぼちゃを使用しておりまして、はい、すごい甘みが強い。かぼちゃの甘みがすごいんですよ。ナチュラルチーズと、レッドチェダーチーズ2種類を混合して焼いてることで、コクを出してます。これめちゃくちゃ人気じゃないですか、このメニュー。あ、そうです、数量限定なんですけども。そうなんですか？はい、いつも即完売で ですよね、はい、もう冬のしかも寒い時期なんかには、はい、もうこのあったかいかぼちゃを食べたくなりますよね、はい、絶対に、はい、いや、めちゃくちゃ美味しいな。はい、続いては路地裏カリー侍スープカレーのお店に行きたいと思います。店内がもうめちゃめちゃおしゃれなんですけど、はい、これ店内の内装のこだわりとかってありますか？お客様にですね、ちょっと落ち着いた空間を演出したくて、で木を中心とちょっと木目調の素材を使って、アンティークとかもちょっとこだわってまして。そうなんですね、はい、ゆっくりくつろいでいただけたらと思います。おすすめの一押しのメニューありますか？当店人気ナンバーワンのこちらの骨付きチキンと1日分の野菜20品目のカレーになります。うん、めちゃくちゃ体に良さそうですよね。大変お待たせしました。チキンと1日分の野菜20品目のカレーになります。おお、すごい、野菜がめちゃくちゃ入ってる。うわー、やっぱりね、スパイスの香りもいいですし、これだけ野菜入ってたらもう体にもいいし、本当に美味しそうですね。野菜は一番おすすめはこのごぼうになります。ごぼうが一番、はい、ごぼういただきます。あ、香ばしい。え、僕の知ってるごぼうじゃないこれルーのこだわりとかってあるんですか？とにかく濃厚なのと、はいはい、他のおそらくスープカレー屋さんと比べてちょっと粘度があるんですね。どちらかというとサラサラというより少し確かにちょっとトロトロに近い感じ。そうですね、はい、ちょっと、ね、粘度がある感じ。そうですね、それがうちのちょっと特徴になってるんですけど。なんでこれ20品目の野菜を入れたんですか？うちのコンセプトとして、今日は1日分の野菜を一皿で取れますよっていうカレーをスタートしたいっていう、ただオーナーの思いから。じゃあ野菜がもう最初のきっかけとしてあったんですね。そうですね、もうオーナーさんのこの健康への愛みたいなものを感じますよね。そうですね、はい、もうオーナーのこだわりが詰まった一杯だと思います。本当にこだわりの一品って感じですね。はい、はい、ということでめちゃくちゃ楽しい一日でした。寒川神社で運気をアップさせてから、このジアウトレット湘南平塚でね、美味しいものをたくさん食べる、いや皆さんもぜひね来てみてください。ということで以上、水曜ブルー牧田氏でした。バイバーイ。